堀岡投手よろしくお願いいたします。さあこの一軍に合流というのがありましたけれども、その知らせというのはいつ聞いたんですか。昨日です。昨日、はい、それはどういう形で。普通に、まあ、明日から合流するというふうに言われました。そのキャンプでいうとご自身の中でじゃあ体が出来上がってきている、よしここで戦えるっていう、何かそういった掴んだものってあるんですか。そうですね、まあ、今年もまあこういうふうに契約していただいて、まあ、もう常に後がない後がないと思って、まあ、キャンプも紅白戦があることを知ってたんで、まあ、もうここで、まあ、全部出し切るじゃないですけど、とにかくもう他の選手よりも、まあ、シーズンぐらいの状態に仕上げて、まあ、戦わなきゃいけないなっていうふうに思ってました。じゃあもういつ戦っても大丈夫という、そういったもう準備はしてこのキャンプに入っている、はい、ということですか。はい、そうなると今年はこういうふうな結果、目標というのをちょっと一つ聞かせてください。そうですね、はい、まあ、支配下、まあ、もちろん登録されて、まあ、一軍で投げないともう後がないので、とにかくそこを目指して結果を求めてやっていきたいです。これからも実戦も多くなると思いますので、はい、ぜひそういった力強い投球、はい、見ていきたいと思います。頑張ってください。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。